時刻は12時40分を回りました。先週から始まっておりますお昼のジョージ、一応ねタイトル2種類考えたんです。村沢ジョージのよもやま話っていうのと、お昼のジョージっていうので、お昼のジョージどうって、ただジョージさんはそれを見てどう思った？いや、あの僕お猿のジョージのなんていうか、ねそれをイメージしてるのかな、はい、もうおばさんなんかダジャレ考えたなって思ったんですはい、はい、私もねそうだったんです、うん、はい、思ったんだけど、はい、ジョージさんの死でもあり、はい、お母様でもある、はい、方からですね、あの時代がわかるねという、はい、そんなコメントが入った。そう、真昼のジョージを意識してるんじゃないかっていうふうにも、うん、考えられるっていうこと で、はい、で1回目のタイトルコールを自分でお昼のジョージって自分で私言ってから発音してみて思っちゃった。なるほど。っていう昨日タイトルの前置きの非常に長いコーナーが今週もスタートいたしました。はい、はい、先週から始まりましたこのコーナーで村沢ジョージさんにいろんなことを教えていただこう。さあ、海外でいろんな演奏をする機会が多いのが、はい、和楽器マルチプレイヤー、はい、和楽家の皆さんの特徴でもある、はい、そうですね、っていうふうに教えていただいたので、うん、じゃあ今週はその海外公演のお話から紐解いていこうかなというふうに思います、はい、海外での演奏の機会というのは、はい、こちらからのプロモーションなんですか、じゃなくて向こうからのリクエストなんですか。まあ、いろいろなパターンがありますけれども、うん、まあ、やっぱりその日本関連のイベントをやるから日本の楽器演奏してほしいというパターンもありますし、あとやっぱ中学生とか高校生の頃はなんていうんですかね、青少年交流事業のような若い世代の国境を越えた交流を目的とした事業というような、そういう形でもありましたね。現地に行って、はい、現地の若い世代の、はい、あの音楽家たちと一緒にコンサートやったりとか、はい、その和楽器演奏家の皆さんの単独のステージということもあれば、はい、いろんな人たちが出演する、そうですね、はい、まあ、プログラムの中のパートということもある。あります、はい、で実際にジョージさんは何歳ぐらいに海外公演デビューをしたんですか。はい、そうですね、初めては中学校3年生の時でしたので、うん、15歳っていうことになるんですかね、うん、はい、これはあのフランスに行ってきたんですけれども、まあ、初公演にしてはかなり過酷といいますか、まず期間が2週間ぐらいありまして、うん、でまあ演奏会は4回ほどだったんですが、はい、まあ、国内もかなりバスで7、8時間とか乗って移動したりとかもして、フランス各地で3年ぐらい回りましたね。そうなんだ、はい、プロのミュージシャンだね。そうですね、うん、ただその時はやっぱりあの出演者が全員子供っていう事業だったんですね、はいはい、私は15歳でしたけど、どっちからかといえばあの年上の方で、あ、お兄さんだったんだ、はい、あの本当に9歳とか10歳の子供まで連れて行ったので、うん、まあ、今思うと引率した人たちは本当に大変だっただろうなというふうに、ね、思います、はい、初めての海外という子供たちも多かった、はい、多かったと思います。そのためにパスポート取ったっていう人もいましたからね、うん、やっぱり、うん、はい、そうですか。何人ぐらいのプロジェクトだったんですか。十何人とかそういう感じだったと思います。うーん、その時に初めて会った子たちもいたの。あ、ほとんどそうでしたね。うわー、はい、大変。フランス公演で覚えてることって何かあります。はい、そうですね、やっぱり子供ながらにとにかく一番は過酷だったっていうやっぱ子供だとそこだね、うん、はい、あとやっぱり そんなにやっぱり長い期間家を離れたこともなかったし、うん、本当にヘトヘトになって帰ってきたっていう記憶が一番強いですね。そうでしたか。ただやっぱりそのフランスの方たちはなんて言うんですかね、やっぱり日本の方と比べてすごいニコニコしてるというか、まあ、全然その雰囲気が、人の雰囲気が違うので、なんかどこに行ってもものすごいウェルカムな空気で、うん、まあ、それはとても楽しかったですね。ゲストを迎えることに慣れてる人たちに迎えてもらえたっていうところだけが、 その不安な子どもたちの心にちょっとだけ安心感を与えてくれたんですね。そうですね、で、うん、これは音楽合宿みたいな、要するに夏休みの子どもたちを受け入れる、その音楽を勉強する合宿みたいなものが現地でありまして、はいはい、まあ、そこに僕たちを混ぜてもらうという企画だったんですね。なるほどね。で僕たちはある程度そのお琴を専門的に学んでる人たちが集まっていったんですけど、うん、向こうではあの割と普通の学生たちで、はい、そういうあのキャンプに参加しているという、要するに普通の、ね、そう、現地の同世代の普通の子供たちとの一緒に生活っていう形だったので、うん、まあ、食事の時にいきなりダンスを始めたりとかですね、
なんか厨房で物が割れたらあのびっくりするんじゃなくてみんなで歓声を上げるとか、なんかそういうところにちょっと国民性の違いっていうんですかね、すごい面白いなと思いました。なるほどね、はい、そんな思い出のフランス公演が15歳の時、はいはい、今でもフランスとのつながりってあるんですか？そうですね、まあ、実はその後もう一回行ったっていうのもあるんですけど、うん、僕東京芸術大学の友達がですね割と海外に留学に行く人が多いんですね、うんうん、で作曲家は特に、まあ、作曲家の留学先としてはフランスが一番メジャーらしくて、うん、私あの高校時代の同級生の作曲家の青垣正弘君という人が今現在もフランスのパリに留学しています。うん、そうなんだ。フランスも今自粛生活？はい、大変みたいですね。実はあの先日で久々に連絡を取ってみて、うん、でせっかくだからただ喋るだけじゃなくてこう対談をしてみようということで、うん、まあ、あのその対談の記録を YouTube に上げたんですけれども、まあ、対談っていうんですかね、ただの雑談なんで非常に緩い内容ですけど、まあ、そんなこともしたりしています。でも彼が作った曲をジョージさんが演奏して、はい、でまあ、それが初演だったりそういうこともありました、ね、そういったエピソードもね、はい、YouTube でご覧になれるし、その曲実際聴いていただくこともできるんですよね。できます。あの、はい、動画の中でも何分か流れますし、うん、動画のリンクからですね全曲聴けるページに飛べますので、はいはい、なんかねかっこいい、すごくあの何かの時にこうラジオでも使ってみたいなと私はすごく思うようなフレーズの曲だったので、うんうんうん、ぜひどうやってだからあの作曲を皆さんが演奏できる譜面に起こすんだろうっていう、あそこが私はね一番気になって、縦書き、うん、横書き、うん、ぜひあの素敵なその楽曲リンクでもお聞きいただけますし、その YouTube の動画の中でも聞けるのでね、ご覧になっていただけたらなというふうに思っています。さあ海外の公演のお話続きます。次に行ったのは、そうですね、次に行ったのは、高校1年生なので、まあ、その翌年ということになるんですけれども、うん、芸大附属高校に入学してすぐですね、あのドイツへ行くというお話がありまして、うん、でこれはあの日本の若い音楽家をドイツへ何人か連れてって、現地の若い音楽家と一緒にコンサートをするという企画で、はい、あの私と弟と2人で行ったんですけれども、うん、その他はあのピアノだったりバイオリンだったり、あのそういう西洋楽器をやってる人たちと一緒でした、はいはい、演奏会をするのに、はい、じゃあ、ジョージさんと弟さんと、はい、お二人だけが和楽器の演奏、はい、そうなんですっていうことは、そのお二人だけで単独の公演をしなければいけない、あというより、まあ、演奏会の中で何曲か2人で演奏するという形でしたけれど、うんうん、はい、でも他の人たちが西洋音楽だと突出しますよね。そうですね、でやっぱりその取材とかも入ったりしたんですけれども、うん、例えば新聞だとかも、うん、まあ、私たち2人が一番大きい写真が載るんですね。やっぱそうですよね、はい、というか、はい、その時の衣装って何だったんですか？もちろん黒紋付きで、お、はい、それはやっぱりビジュアル的にね、そうですね、はい、もう全てのメディアの注目を浴びますよね、その頃からじゃあもう自分でお着物を着るという習慣はあったんだ？いや、なかったですね。で、あの一応あのサポートとしてあの母親がついていきましたので、うん、そかそか、はい、まあ、どちらにしろおことっていう楽器はやっぱり、そうだね、うん、一人きりっていうのはなかなか辛いものがありますし、まあ、そう、あのジョージさんも弟さんも体格はそんなに小さいわけではないけれども、はい、とはいえまだね、そうです、子供の体でおことを運ぶというのは、うん、一人ではなかなかね、はい、大変なものがありますよね、はい、おことって、はい、機内持ち込みできない？あ、機内は無理ですね、もちろん。なので、うん、フライトケースというものに入れて預けるんです、うん、ドキドキですよね、はい、なのですごい温度低くなるでしょ、うん、そうですね、まあ、だから楽器のトラブルっていうのも海外公演はかなり気を使う部分ではありますね。緊張の輸送だね、はい、どんなに暖かいところに向かっても上空の気温ってすごいこう低くなる、うん、その気温変化にでガーッで降りていったら30度とかの場所に降りていかなきゃいけない環境を持って歩くってすごい緊張ですね、うんうんはい、そうですね。でもあのおことはまだ安全な方で、うんうん、まあ、三味線とかはそうだね、さすがにあれはあの預け入れすると危険なので、まあそうだね、あの三つ折れって言って三味線って実はあの3つに分解できる形のものがすごい多いんですね、うんうん、で3つによると手荷物としてまあ入れる会社が多いので、はい、なんですがやっぱりその湿気の差とか気温の差の影響をダイレクトに受けるの で、ね、うん、まあ、やっぱり昔
歌舞伎の公演でたくさんの三味線奏者がアメリカに行ったとかっていうと、まあ現地についてリハーサル始めようと思ったら皮が破けてる人がたくさんいたとか、うんうんまあ、そういうこともあったみたいです、ね、楽器の特性というものも、うん、もうその移動するお仕事の皆さんには本当にいろいろな条件が厳しい中、うんうんうん、まあでもそのドイツに高校1年生の時に行きました、はいはい、で高校1年生の時に行ってそのドイツ公演、はい、これもたくさんあったの？これも2週間弱だったんですけど、うん、確か11公演ぐらいありましてだから鳴らすと1日1公演以上ですね。すごいね。ソワレとマチネが、はい、プロ。もうこれもとにかく過酷だったという、うん、まあ思い出ですけれども、うん、でそのドイツ公演で覚えているのも前回の前の年のフランス公演と一緒で、じゃあ、はい、過酷だった。そうですね、もうきつかったというのが一番です割と若い時から大変な演奏活動をしているんだね。はい、はい、ドイツではどんなことを他に覚えてます？そうですね、ドイツでも何都市か回ったんですけれども、うんまあ、ある都市でそもそもその文化祭みたいな期間、うん、芸術祭をやっている期間に参加させていただくっていう形だったんですけれども、芸術祭のロゴみたいなのがあって、うん、それが旗が街中に立ってたりとか、うん、例えばレストランでそのロゴが貼ってあると、うん、なんていうんですか、実行委員からもらえるチケットで食事ができるっていうシステムがあったりしたんですね、うんうん、なんか文化芸術、うん、地域の根付き方が違うっていう、なんていうかもう町を挙げてそういうことをやってるっていう雰囲気だったんです、ね、それがすごい印象的でした、うんうん、いつかね日本でもね、そうですね、そんなね、うん、ことが当たり前になっていく、うん、その先駆者としてやっぱガクト郡山はなんかやらないとダメなんじゃないの、うん、そうですね、っていう気もするので、うんまあ、ジョージさんもね郡山在住の音楽家の一人として、はい、いろんなねそういうことにこれから関わっていっていただけるんだろうなというふうに思ったりもしておりますが、はいはい、さあコーナー、旅に出た話まだ半分も言ってないそうそう時間がっていう状態なんですが、はい、もう一箇所じゃヨーロッパ編だけご案内をして曲を聴いていただこうかな。はい、はい、そうですね、その後実はフランスにもう一回行く機会がありまして、うん、これは大学院に入った頃だったので、まあ、23、4とかそれぐらいだったと思うんですけど、はい、あの前行ったとしては全然違くて、あの南仏 の、うん、あのプロヴァンスっていうところに行ったんですね、うんうん、でそこは三味線の演奏で行ったんですけれども、はい、あの乾燥地帯っていうことで、うん、あまり心配しないで行ったんです、まあ、三味線湿気にすごい弱い楽器なので、うん、ここは雨なんか全然降らない地域だしみたいな話を聞いてたんですけど、僕が行った途端にですね異常気象に見舞われまして、あの連日ゲリラ豪雨が降るという、で町の人たちも雨そのものに慣れてないし、うんうん、もう大混乱というような状況だったんです、まあ、私あのここで言うのもなんですけど、ものすごい雨男なのでこれはやってしまったなと思いました。でそのプロヴァンスでの公演は、うん、あの上方舞というですね、うん、あの僕らがやっている地唄という三味線音楽に、合わせてあの舞をするという、うん、そういう公演だったんですけれども、うんまあ、この上方舞っていうのは関西ではもしかしたらある程度知られてるのかもしれませんが、まあ、関東でいうと東京でもそんなに見れるもんではないし、まあ、郡山をはじめとする地方ではまず公演がない。上方の文化って、うん、東北ではほぼほぼ見る機会はない。そうですよね、全てにおいてそうだよね。で日本で公演をやっても、まあ、もちろん他のジャンルもそうですけど、お客さん集めるの大変っていうことがあると思うんですけど、そこの公演した町は町としては多分そんなに大きくなくて、はいまあ、都会っていうわけでもない町なんですけど、小さな劇場があってそこで2日間やって満席だったんですね、2日間とも。で実はその上方舞だけじゃなくて、うん、インドのその舞踊とか、うんはい、そういった世界中のアーティストを呼んでほぼ毎日公演をやってるんですよ。で僕もその滞在期間中よその公演も見させてもらったんですけど、はい、本当に毎回満席だったんですね。プロヴァンスというね、うん、ところが一種リゾートのようなところで、うん、そこに行ったらみんな楽しもうという、うん、そういう目的で人口の移動があったりするような場所でもあるにしても、うん、そういった文化芸術、うん、すごいなと思いましたね。本当に支える皆さんの楽しみ方がそこでも印象に残っているってことなんですね、はいはい、さあでは今週も一曲何かお届けしたいなと思うんですが、はいはい、これはですね、うん、あの先ほどお話しした高校1年生の時のドイツ公演ですね、うん、で11公演あったうちの一つがですね、はい、あのプロの方が録音しててくれたんです、実は。でそれ後でもらった、うん、CD があるんですけれども、はい、そちらから1曲ということは、私が高校1年生で、うん、一緒に弾いてる弟が中学2年生という時代の演奏なんですけれども、はい、これはあのおことの代表的な作品で6段の調べ
という曲をおことず尺八で演奏しています。これをお聴きいただきたいなと思います。6段の調べお聞きいただきました、はい、まだまだ海外公演いろんなところに行ってらっしゃるので来週も海外公演のお話、はい、プラスその他学生時代のお話などをしていただこうと思うんですが2人が喋っていると脱線するのでどこまで進むかは、まあ、来週のお楽しみということでございます、はいはい、ジョージさん今週もありがとうございました。ありがとうございました。